火力よし。はい、どうなんですか。そうですね、まあ下に座った井口ですよね。今一人ですよ。あ、そうやって食べるんですか。そうですね、これで一気に混ぜちゃうかなって、別々にやる。意外とね、生姜がね、こうさっぱりしてて、もうやっぱごま油が、なんていうの、この麺独特のこの臭みというかね、苦味を挟んでるわけでもないですしね、こういう長期休みじゃないとゲイさんにも会えなかったしね、うん。じゃあ久しぶりのね参加なんですけど、まあ長期休みにしか参加できないんですけどね、はい、そんな中で、まあ、今日もね、それね、いつも食べてるものをちょっとアレンジしていきたいなと思います、ね。まあ、今日はもうみんな食べてるペヤングをね、僕いつも2個食べてるんですけど、これをねちょっとねアレンジしていきたいなと思って、夏バテ対策で言いますかね。 どんな感じなんですか。そうですね、僕いつも食べてるのは、まあ、まず納豆ですね。納豆、まあ、どこでも売ってる納豆とごま油とラー油と、まあ、ネギ、まあ、生姜をお好みで入れてもらいたいなと思います。はい、この全部この2つ作っていきたいなと思います。あ、はい、はい、火力よし。お湯を沸かしていきましょう。お湯を沸かしている間にね、こちら準備していきたいなと思いますね。ペヤング、あの僕はペヤング派なんですよね。ペヤング好きなんですけど、いつも2つ食べてるんですけど、すごいっすね。最近食欲がね、旺盛で、はい、よく食べてます、うん。もうね、暑くなってきましたし、たくさん食べてね、みんな夏バテを、夏を乗り越えていかないといけないなと思います。これぐらいみんなペロッといけるんですかね。暑いですね。もう撮影中なんですね。濃厚されるんですね。日本酒の麦茶を入れてね。今日はどんな誰が行くんですか。あ、千秋物語ですよね。美味しいな。美味しいな。最近どうなんですか。そうですね、まあ普通に仕事と育児ですよね。遊んでるわけでもないんですけどね、こういう長期休みじゃないとゲイさんにも会えなかったしね、うん、うん。ね、まあ、これ納豆をね、先に待っておきましょうね。はい、お湯が止まるように。ちょっと待ってきますね。はい、ちょうどね。じゃあちょっと、はい、あれですね。さっきお湯入れちゃいましょうか。お湯を使う量がたくさんいるですからね。あ、足りそうですか。いや、大丈夫ですね。コンビニとかでこう入れる、あ、そうだね、現場行ってね、確かに次の人も申し訳ないからって思っちゃう、お湯がなくなっちゃう可能性があるんですね。はい、はい、全部はね、これで3分待ちます。はい、はい、その間にね、納豆の続きを、はい、はい、カレーとかにも入れますしね。そうですね、うん、それペヤングにやるっていう。そう、ペヤングも美味しいんですよね、うん。みんな買う人が続出してて、うん、今スーパーなんてね、すごい混雑しますもんね、うんうん。はい、ではそろそろね、できたかなと思いますので、お湯をね、切っていきたいなと思います。この時も皆さん、焼けたにね、十分注意してます。ではね、この蓋の内側にキャベツついてしまうのね、あれ綺麗に僕取るんですけど、どうですかね、皆さん。でもこの時あんまりね、その、うん、あれだよね、はい、麺とかのこの出たスープというか汁、うん、こうやって見ることないよね。確かにね、いつもね、流しにしてますもんね。そう、うん、そうね、その、ね、焼きそばによってはな、このなんていうのかな、この汁でスープにするやつもありますね、うん。これスープにするんだ。そう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 、なんかそういうのついてるやつがありますね。あ、すみちゃん、そうやって食べるんですか。そうですね、これで一気に混ぜちゃうかなって、
別々にやれなくて、回せて、はい、もう、ね、時短です、うん、はい、じゃあ、それでは、思ったより混ぜれることないですか？そうですね、なんか綺麗ですね、うん、なんかもっとごちゃごちゃするかなって。ですよね。どうしてもこれ下の方にね、野菜が溜まってしまうんですけど、ですよね、次が最後というわけなんですけど。ああ、なるほど、はい、まあ、この後ね、ごま油と、はい、ラー油と掛け合わせることです。掛け合わせるんで、はい、こちらごま油、コレステロールゼロということです、はい、うん、お好みの量で、はい、一杯ぐらいでもいいんですけどね。ちょっと辛みが好きなんでしょうね、この肉の量でもいいかなと。すごいねっとりしますね。すごい香ばしいね、香りがね、美味しそうじゃないですか。うん、うん、夏バテ予防にいかがでしょうかということで、はい、まあ、これに最後納豆ですね。納豆をね、食べるときにこう絡ませながら食べてもらえるといいかなと思います。ね、はい。まあ、こんな感じで、うん、はい。これでじゃあ完成です。ちょっと納豆も見えないみたいですね。すごい。はい、すごいですね。はい、結構なんか重たそうですね。どんな感じ？重たいんですよ。何キロぐらいある？1キロ？1キロ、1キロはあれかもしれない、ね。すごいボリュームだと思いますね。ね、ちょっと小皿で、はい、というわけでちょっと泳ぎ悪そうな感じになってしまうんで。そうですね。ちょっと、はい、はい、というわけでいきたいなと思いますね。すごいな。あったの部分もね、絡まってながら食べてもらいたいと思います。すごい美味しそうだな。はい、はい、あ、いただきます、ね、納豆をよく絡ませてもらって絡むんですね。うん、どうですか？美味しいです。美味しいですか？意外とね、生姜がね、こうさっぱりしてて、ラー油とごま油でかかってるんですけど、生姜でね、緩和された感じがします。で、納豆のね、すっきりした感じ、納豆のコクと、これがいい感じです。はい、これね、あの、やっぱごま油が、なんていうの、この麺独特のこの臭みというかね、苦味をこう消してくれてるから、なんかすごい食べやすいですね、これは。美味しいです、本当に。なんか飽きない味ですね。でしょう。ビアンゴのくだりを。はい、はい、はい、はい。ビアンゴね、美味しかったですね。あっさり食べれましたし。そうですね。うん、ペロッと食べれましたでしょ。そうですね。2個ぐらいね。あれ一人分ですから。そうや。ね、皆さんもぜひ試してもらえたらなと思いますね。はい。はい、今回はごま油、ラー油、納豆と。はい。いい感じでした。美味しかったですね。はい。はい、夏バテ対策として食べてください。はい、はい、ありがとうございました。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。